改めましてですね、ここからはいつもの練習やっていきましょう。私のゲームモニター、何インチだろうこれ。どっかに書いてあるっけな。言うほど大きくない。こんくらいだな。何インチって言うんだろうこれ。 FPS はそうだね、ちっちゃめ、ちっちゃめの方がいいって言うよね。一個ね、その大きいモニターもあるんですけど、部屋が、この配信の部屋がそんなに広いわけじゃないから、どれくらいの大きさがいいかわかんないんだよな。私がそのいつも使ってるモニターって、格ゲーのプロがよく使ってるモニター。あれ、おかしいな。今日は反応が、よっ。私2台モニター立てて配信をしてるんですけど、原神の時はこっちがメインモニター、左がメインモニターになって、原神 PS4 のゲームをする時はこっちの右の方がメインモニターになってるんですよ。ただこの右側のメインモニターが認識する時としない時があって、それがね、なぜだかちょっとわかんないんですよね。いや、PS4 の問題なのか、接続の問題なのか。あ、そうなんだ。やっぱ24インチがいいのかな。 4K のものだと28インチが主流。へえ、 FPS の人たちって何のモニター使ってんだろうな。あ、でもあんまり大きいモニターが難しいのはわかるんだ。こうやって、なんだろう、距離見るときに画面が大きかったら、さらにこういう顔の動きとか目の動きがね、ちょっと大きくというか多くならないといけないから、損ではあるよね。FPS 全然しないからわかんない。確かに、まあ言うてそのね、文字の大きさだったり人間の大きさが影響するぐらい、モニターによってそれが影響するぐらい上手くなるってなると、ちょっと時間かかりそうだけど、私もまだそんなに理解できないもんな、言われても。でも多分このモニターめっちゃ古いから、あ、ケーブルのクラスの問題かも。そうかもね。今日ちょっと残念ながらこっちのモニターの調子が悪そうだから、この仕方なく OBS に映った画面でやるか。これね、この間気づかずに OBS で映った画面でやってたんだけど、意外といけるってことが分かったんで、ちょっと誤算あんのかな、どうなんだろうな。反応は全然普通そうなんですけどね。オーディオリターン？どんな機能それ？音の機能だよね、オーディオってことだから。よっしゃ。なんだかんだこれもしかすると、モニターを新しく買って3台にしたらいちいち切り替えしなくて済むのかな。いや、でもそれにするとどうなんだろうな。あ、そうだ、ヒューズになってる。昨日間違えてヒューズにしちゃったんだよね。そしたらあんまり意外と悪くなかったっていう。
いいよ。そうそうそう、味方がブラハとライフラインで、あ、じゃあバルキリーにしようってバルキリーにカーソル合わせてたらそのままやっちゃったんだよね。あのクリックしなかったらヒューズになっちゃったんだよな。うん、あ、確かにこう見ると画面がいつもよりちっちゃい気がする。うん、いいなあ。今日ね、ちょっと明日の台本読んでないんで、Apex は多分30分ぐらいかな。本当に手慣らしして、アリーナ1、2回行くぐらいかな、今日は。うん、はい、こんばんは。明日あれ、皆さん休みなんでしょ？皆さんっていう言い方は変か。いわゆる一般の会社というか祝日らしいよね、明日。明日お仕事。あ、そうなんです。私はね、明日お仕事なんですよ。明日はね、FGO アーケードの生放送があって、夜はそれで生で配信出てて、お昼間はね、また別件で仕事をちょんちょんとやってるんですよね。まあ声優はね、あんまり土曜も日曜も祝日も、まあ土日はちょっと関係するかもしれないけど、レギュラー少ないから、祝日はね全然関係ないんですよね、残念ながら。まあでも明日はその日中も夜も詰まってるから、ダンスレッスンも行けない感じなんですよね。奈良か、奈良かやってますよ。こないだ配信やりましたね。奈良かはね、今週中に多分ね、もう一回 YouTube でやると思います。明日は無理ですけど、木、ん？待って、明日が火曜日か。週中ぐらいに、多分奈良かやる予定ですね。奈良かはね、YouTube の方でやりますので。え？クリスマスにアフレコ？クリスマスっていうのは普通の日ですからね。声優クリスマス全然関係ないですよ。平日だし、普通に。まあ休日の日もあるけど、今年平日ですよね。なんならクリスマスとかクリスマス放送とか入ったりするから、全然いつもより忙しいですよ。そうそう、奈良かのゲームはね、触ってる配信、ね、YouTube に、ライブ配信のアーカイブが残ってるはずですね。先週一回、あ、先々週か、もうあれ、15日だっけな、あれ15日じゃないか、何日かに一回やって、で、チュートリアルからトリオ結構やったりしたんだけど、チュートリアルがめっちゃやばくってさ、開幕にもなんか崖の下落ちて死んだりして、これ本当にゲームできんのかなって思ったんですけど、意外と慣れるとね、かっこよく走れる感じになってましたね。1時間、あ、2時間ぐらいやったかな、あの日。なんだけど、最初に比べると終わりの方がね、ちゃんと爪使って飛んだりとか、そこそこ動けるようになってたんで、あれはね、面白くってね、継続してやりたいなと思っているところなんですよ。あ、そうです、そうです。使ってるのは自分のキャラですね。カナンですね。先週 30% オフセールやってて、新しいキャラクターが出るんですよね。なので、興味ある方、ちょっと、ちょうど今、始め時かもしれないですね。にゃにゃーん。いいよ。あ、めっちゃ下がったな今。なるかも面白いんですよね。 APEX は銃で撃ち合う3人のバトロワだけど、
奈良かの方は、近距離戦のバトル場ですね。剣とか、槍とか、まあ、鉄砲とかもあるけど、そんなに遠くまでは飛ばない仕様なので、まあ、近距離バトル、近中距離バトルはだと思ってもらえれば。まあ、エイペックスも殴りあるから、近距離もあるっちゃあるんですけどね。ショットガンとか殴り合ってるような距離だしね。私キーボードとマウス操作ってのを全然やったことがないから、ちょっと勉強したいなと思ってたんですよね。まあ、ただそのエーペックスをまた今からキーボードマウスでやるのはちょっとどうかなと思ったので、まあ、奈良かでキーボードマウスの練習しながら、他のゲームも、まあ、やっぱキーボードとマウス使うゲーム多いから、それに応用できればなーって思ってます。あとヘイローね、ベータやってるうちに配信したいけどな。ヘイローの方はね、ちょっと確認待ちなんですよ。放送してもいいですかーって。今日はこれ終わったらダミー人形やって、その後アリーナ一回やって終わりかな。よっしゃ。いやー、でもどうしよっかな。モニターそろそろ買い替えた方がいいと思うんですよね。接触がやっぱちょっと日に日に悪くなっていってるから。いいよ。何がいいんだろうな、モニターのさ、お店行ってもさ、鬼のようにあるじゃないですか、モニターが。ライターもがなくなった。で、結局なんかどれも良さそうに見えて、なんか私のイメージなんですけど、モニターって値段がめっちゃ良ければいいってものでもなさそうな気がしないですか。まあ、もちろんその値段高いものはそれなりに素晴らしいじゃ素晴らしいんでしょうけど、そんなに必要な、なんかある意味さ、 8K とかいらないわけじゃないですか。対応ほとんどしてないしさ。はい、こんばんは。これからもっと 8K が基礎になるかもしれないけど、その基礎になる頃にはまたね、次に買い替える時期が来てそうだから。あ、これ結構あれだな、 OBS のモニターだとかなりちっちゃいな、画面が。こういう時にモニターの大事さを理解したわ、今。モニターの大きさっていうか。いいよ。ああ、ドグニャン、そうかも、いいの知ってるかな。格ゲーマーと、あ、でも格ゲーマーと、どうなんだろうな。同じモニター使ってんのかな。ちなみにこれ今使ってるやつ、だいぶ前にガンストやってる頃にマゴシーに選んでもらったモニターなんですよね。ジャスティンモデルだそうですよ。ジャスティンってあの格ゲーの上手い人ね。レジェンドです。オッケー。そうそうそう、レッツゴージャスティンの人よ。まあ確かに置くスペース困るはあるかもな。私これ、まあバウヒュッテのデスクに2台モニター並べてるんですよ。まあ相当余裕はあるけど、3台置くのはちょっと厳しそうだなーって感じよね。あ、間違えた。あー、ちょっと残っちゃったなー。
ゲーミングモニター、 LG や Acer、 あ、有名だよね、私でも知ってる。まあでもな、プロゲーマー、 FPS のプロゲーマーとかに聞いちゃうとすごいの返ってきそうだからな。あの人たちはあれだもんね、だいたい提供でもらってるから、蓋開いてみると30万ぐらいしたりすんのかな。まあでもズボラな私としては1回買ったら相当買い替えないから、いいやつを買っといてもいい説あるけど難しいな。出てる出てる。めっちゃ当たってる感はあるんだけど、頭に当たってるのが少ないから、あーとか言ったら頭にめっちゃ当たったにゃーよいしょ。あ、そういえば2、3日前に話してた NiziU のファンクラブとうとう入ったんですよ。結局いわゆる普通のファンクラブとモバイルファンクラブ両方入っちゃった。ライターもない。なんかね、普通のファンクラブ入るとね、推しを一人選べるんだけど、まさかマイページみたいなのがあってね、ウェブでね、昨日話してたんだっけね。そう、結局2つ入ったのよ。でなんか2つ入ると選べる女の子というか、推しの他にお気に入りってのが選べるようになってね、お気に入りのその推しの子女子で3人その画面にね並べることができるんですよね。あれ、これなんだ、ん、あーあーあああ、なるほどね。アークスター打つとこうなるのか、ヒューズは。そういうことね。理解。で、私、まやちゃん推しなんですよ。まあ、わかんない人はわかんないんですけど、うん。まあ、まやちゃんっていう、NiziUの中ではお母さんとかお姉さんポジションの人ですかね。うん。がね、ずっと好きでね。よいしょ。で、お気に入りは結構その時々で変化するんですけど、よいしょ、今はね、ニナちゃんとあやかちゃんでした。まこちゃんも好きなんだけどな、悩んじゃったな。ふんふんふん。まあその3人じゃなくてもみんな好きなんですよね、それぞれ。まだね、グッズは届いてないんだけど、ちょっと楽しみだな。今度そのファーストアルバムが出るんですけどね、やっぱ聞くの楽なのはダウンロード版、あのウェブで買えるやつの方が楽なんだけど、せっかく最初の1枚だから、パッケージ版って言うんですか？めっちゃ当たってなかった今。パッケージ版欲しいなーって思うんだけど、またね、柄というか、ジャケットが違うじゃないですか。ジャケットがなんか3パターンあんのかな？まあその、なんだろう、その店舗特典を全部揃えるとかまではやらないけど、ジャケットの3パターン変わってるのもどれが欲しいかなとかめっちゃ考えちゃってさ、
まだ予約できてないんですよね。で、瞳もさ、結構好きみたいで。まあ、瞳はもともとね、ジャニーズとかすごい好きだから、ハマんのわかるんですけどね。どうしよっかなー。でも、同じ CD を、なんかね、3枚買ったら3枚セットに入る箱みたいなのもらえるらしいんだけど、同じ内容の CD3 枚もいるかなーとかめっちゃ考えちゃったなー。でもなんかそれを考えながら、みんな、あれじゃないですか、普段よく声優さんの CD とか買うとき、バージョン違いで買ったりするじゃないですか。みんなの悩みをね、今ね、私も同じこと悩んでるとこなんですよね。は、最近 DVD とかも店舗特典全然違うもんね。やっぱ情報が物を言うなと思ったな。どの店舗特典のどの子が一番可愛いか。いやでもね、20の難しいところは、結構その、7人、私7人みんな好きだから、誰が出ても嬉しいんだけどさ、得点とかやっぱトレーディングじゃないですか、グループものって。あの辺はやっぱ難しいっすよね。まあその、今日さっきやってた原神のキャラとかもそうですけど、トレーディング系のね、やつね。まあ、いいんですよ。スライムとかがトレーディングなのは、まあ、どれ出ても当たりみたいなもんなんだからいいけど、キャラクターはやっぱ愛情に差がありすぎるからさ、特にまだ出会ってないキャラとか、いたりすると、まあ、メインキャラに関係してないキャラってまだ出会ってない人多いから、欲しいと、なんだろう、欲しくないっていうのは基本ないんだけど、欲しいと、できれば、こっちじゃないキャラが良かったっていうキャラのさ、差がね、うん。ありますよね。あ、いいこと言うね。欲しいから買うではなく、必要か考えるようにしないと、お金がいくらあっても足りない。それよ。それなんだけどね。欲しいのよ。いや、みんなの気持ちわかるわ。お、これ終わったらありがとうかな。やばい、20のその話して終わりそう。早くライブ見たいなー。あー、右にずれてんなー。ライターもがない、ライターもがない。残りわずか。オッケー、ほんなアリーナ行きましょう。どうしよっかな。ファーストアルバムだしな。3枚買っちゃった方がいいのかな。ヒューズで行ってみるか。今日はヒューズで行くってことは、グレネードウォーク持っとかないとダメだよな。そんな気するよね。でもグレネードな、グレネード撃ってる時間あるかな。どの特典にするかだな。あとはどこのサイトで予約するかだな。早くしないと早期特典終わっちゃうしな。悩ましいよね。プラウラもあくびしてるよ。けへ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 。これビール飲んでる？おーおーおーおお。グレネードかと思ったらビールだったね、今。
にゃんにゃんにゃんにゃー、フェーズランナー。さあ、いきますせー。わー、一番最初だ。まあ、フューズでいくか。よい、そう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 、ヨギボーね、それよ。もうすぐだから、ヨギボー生活始まるからね。でもね、ヨギボーはパステルピンクを買いそうなのよ。で、パステルピンクってミーヒちゃんの色だから、まあ、ミーヒちゃんも大好きだからいいんだけどね。133、20、めっちゃ私やってる人に見える、数字だけ見たら。あ、もう全然やってない。290、やばい、負けそう。待って、ね、全然買えないね。ホロを投げる。あ、ホロ持ってんだ。あ、あれ、あれ、ホロ出なくなった。あれ、あれ、ホロ投げる。はい、イエーイ。おー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 おお、え、ん、そういう遊び。あ、びっくりした。じゃれてんのね。ギュイーンって落としたね。すごい、開いた。もう撃たれてるけど。え、これパスファインダーの音がする。追ってくるよ。シールドリカジー、すごい、なんか遊撃隊みたいな動きだね、このチーム。ガンガン行く？本当？これいいけど、え、だって円来るよ。ん？な、何、何、何したい感じかな。ん？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 特に何も考えてなくあっち行った系かな、もしかして。あれなんだよな。ああ、もうシールドないし。待ってほしい。ん？これ終わる。え、ナンパじゃあれか、特に予定はなかったのかな。じゃあ予定なく園外に行って、ん、待てよ、罠。ん？待てよ。そ、取りに行ったわけじゃ ないよね。あのアイテムね、今。だから、普通に信用して一緒に行ってはいけないってことだよな。多分言われるがままに、
あ、でも偵察しに行ったなら多分エンリーはもう気づいてないといけないから、多分違うと思うな。縁の要素を知らない人かもしんないな。なんか多分ついてこいって言われてついていくのは相当危うそう。うん、そうだよね。勘違いしてる説はある。あ、うん、そうだよね。わ、消えた。え、まだいる？撃たれてるだろうね。お、あれ味方だよね。後ろ。ちょっと難しそうだな。え、マジ？ほんま？ここ？足音してる。無理だこれ。これ。無理なやつっぽいな。多分一緒に行くとかそういう感じとかも多分違う感じよね、きっとね。私はあっちへ行く。これは多分みんなの共闘を、あ、共闘してくれそう。ここね。あれ、なんかあっちにフェーズランナーだ。ケアパッケージが来る。ケアパッケージをさっき取りに行ったわけでもなかったから、まあ多分フェーズランナーで行ってるよね、敵はね。そこにはいなさそうだしな。レイスがいるからどっから湧くか分かんないのかな。でも円こっち側だから、ん、こっちか。多分向こう側にいそう。適当に撃っとくか。あっちにザコがいたぞ。そうだよね。チュンって。押しようとすんな。
これはしょうがない。ちょっと厳しかったね。むずいよな。いや、私も何も考えずについていったのが良くなかったな。よいしょ。これ最後かな。あ、そうだ、アリーナ1回の予定が次ラストプレイです、うん、いやーでもな、どうなんだろうな、ここ行こうここ行こうって、うん、指示すんのもな、むずいな。いやーでもおとなしくヒューズじゃなくてブラハにしといた方がいいかな。お、でもブラハ使いそう。ブラハ？パスファインダー。じゃあライフライン？どちらなら栄光をつかめるわ。上上キキキ？上上キキキ？いいのでは？すごい豪華なパスファインダー。さあ、守護天使。ブラハにいっぱい見てもらおう。いいよ。追加のアイテムを手に入れた。危な、撃たれてる。めっちゃ痛いやつ。シールドをリチャージしてるところよ。聞こえる。わあ、めっちゃ来てんじゃん。ん？外からもいるな。後ろ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 。後ろ後ろ後ろ、気づいて気づいて。うわー、あ、後ろ後ろだって。あー、気づいてもらえず。大丈夫かなだよな。回り込んでる。
れたよ。見とくか。オトバグだ。ケアパッケージ設計。敵発見。パスファが言ってくれんのかな。これバルキリーだね。またそっちに来てんのか。ん、いるわけではなく、レイちゃん来そう。もう一人。シールドをリチャージしてるところよ。今全然こうあれ見えなかった。リロード中よ。オッケー。めっちゃびっくりした今。あれでもさ、あれライフラインだったよね今。ん？私がライフラインだから、やっぱライフライン打ってたのは敵でよかったんだ。途中で味方と入れ替わってた？入れ替わってた？とかって。ちょっと待って。ん？撃ってたのがライフラ、あれ？ライフライン？ん？ん？ちょっと待ってね。え？ちょっと待って。思考が追いつかない。最初やったのは、違うのをやって、バルキリーやって。みんな材料を手に入れたよ。で、ライフラインをやって。シアがいるでしょ、そこに。あ、間違えた。危な、うわ、これまずい。おー、パリンってなったわ。あ、足音する。ここに敵がいる。だよね。え、なにこれ。え、え、待って待って、今さ、私のさ、ねえ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 、うん？ね、今さ、うん？シールドリチャージ中。え、ちょっと待って、今わかんない。私のさ、あれをさ、やらなかった？敵が。うん？ちょっと待って、意味わかんなかった。今私のヘルス、あれ？ヘルスドローンさ、間違えて撃ったよね？自分でやろうとして。え、なんか私今日目疲れてるのかな。私のドローンを、シアが私のドローン使って
でライフラインがいるのかなと思ったんだけど、ライフラインは後ろから2人で来てたから使えるわけないし。分かった。ん？何だったんだろう。追加のアイテムを手に入れた。材料を発見。バグとか。バグね。まあ、バグはあるだろうね。材料を見つけたよ。まあ、そういうこともあるか。えいちゃん、つよつよ救急。サーティーサーティー。サーティーサーティー使っちゃおうかな。ピカピカだしね。まあでもきっと、なんかが起こったんだろうな。あ、やり合ってる。あ、登りたい。登れないのか、ここ。表示でそうなってただけ。実は回復してた。あるかもね。まあバレバレだけど。リロード中よ。私の方が早いと思う、君より。危ない。撃たれてる。あー、今ヘタ撃ったね。もう一人どこ？ん？隠れてたけ？近すぎたな。やっぱサーティーサーティー良くなかったな。いやいやマスティフ元。いる？パスワについてくか。めっちゃ行くやん。聞こえる。ケアパッケージが投下されたわ。見えないけどあそこにいるんだな。でも縁だから向こうの方が。縁だよ、縁だよ、縁来てるよ。こっちにいいものがあるのかも。あっち行かない。こっちへ行こう。
味方待った方がいいかな。わあ、いるね。上から撃ち下ろされるの嫌なんだよな。おい、痛いね。味方どこ？味方か？ちょっと待って。嘘だよね。音？え？ちょっと？ん？ん？頑張れむずいなアイテムを発見。ん？後ろから今びっくりマークつかなかった？今これが来るよってことか。わっ、スピットファイヤーだって。スピットファイヤーにする？トリプルテイクもったいないけど、トリプルテイク持っとくか。縁が来るね。ここだと入ってんのかな。入ってんのか。来るよな。あ、いったん。どこで。わあ、どっから撃ってんのか教えてもらえると嬉しいな。うわあ、まずい。お願い、お願い、ちょっとだけ、ちょっとだけ、オッケー。え？
焼けたねなんだか謎が多い感じだったな さあ今日はこんな感じにするかお疲れ様でしたいやはや、焼けましたねさてじゃあ明日は夜 FGOAC のアーケードの生放送があります。まずはそちらでお会いしたいと思います。まあ、その後帰ってきてからいつもの訓練場ちょこっとやる予定ですので、またお付き合いくださいというわけで、いい夢見てくださいね。おやすみなさーい。うんうんうん、よいしょ。